ドキ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 。よかった。心臓の音は普通のようです。ドキ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 、ヘイ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 、ドキドキヘイヘイヘイ。先生、私の心臓の音でリズム取ってませんか？ごめんなさい。あんまりにもムクさんの心臓の音がリズミカルで気分が上がっちゃって。もう先生大丈夫なんですか？さっきからずっと変なこと言ってますよ。してもさ、お医者さんってかっこいいよね。急にどうしたんですか？転んだ時に足をひねっちゃって、うん、痛かったから病院に行ったんだけど、うん、その時に見てくださったお医者さんがもうかっこよかったんだ。なるほど、そういうことですか。僕も将来お医者さんになりたいなと思って。ガチャピンにできるんですか？できるよ。頭が良くないとできないんですよ。僕頭いいもん。ほら見て、頭ほら。じゃあ今からお医者さんごっこやってみようよ。僕がお医者さんをやるから、僕は病院にやってきた方をやって。わかりました。ちゃんと見てくださいよ。もちろん。ガチャピンチャンネル、次の方どうぞ。よろしくお願いします。さあおかけください。はい、どうも。お願いします。先生、風邪です。安静にしていてください。早い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 、診断が早すぎますよ。まだ何も見てないじゃないですか。ああ、そうだったそうだった。改めて診察お願いしますよ。はい、ムックさんですね。はい、今日はどうされました？そうですね、3日前くらいからなんというか頭が痛くて、体も熱っぽくてですね。ほほ、頭が痛くて熱っぽいと、はい、ちょっとおでこを触らせていただいてよろしいですか？失礼します。熱っ。そんなにですか？自分じゃわからなかったんですけど。もう一回失礼します。熱っ。そんなに熱いんですか？とても熱いです。でももう一回失礼します。熱っ。私の体大丈夫なんですか？はい、暑いけど、暑いけど、なんかや楽しいですやっぱり。熱っ。私の体で遊ばないでください。とまあ冗談は置いておいて。冗談はよしこちゃんですよ。まあ熱はなさそうなんですが、一応体温を測っておきましょうか。じゃあ体温計を。あ、はい、脇に刺せばいいんですかね？はい、あ、刺さなくていいです、挟めば。あ、そうね、挟めば。刺したら大変なことになっちゃうんでね。あ、はい、はい、終わりました。はい、はい、どうもどうも。あー、微妙に熱があるみたいですね。ちょっと喉も見させていただきますね。はい、はい、じゃあムックさんお口を開けてください。あーんと声を出しながら。あーあーあーって、なんで先生まで口開けてるんですか？なんか二人でハーモニー奏でてるみたいになってましたよ。あー、ごめんなさい。どうもなんかムックさんに釣られてしまって、お喉も腫れてるみたいです。あ、本当ですか？喉も結構痛いんですよね。あ、じゃあちょっと胸の音聞かせていただきますね。お願いします。先生、それサイズ合ってますか？うん、バッチリです。はい、失礼します。はい、おー、聞こえる聞こえる。ちゃんと心臓の音も聞こえますよ。ドキ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 。ドキドキ。よかった。心臓の音は普通のようです。ドキ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 、ヘイ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 、ドキドキヘイヘイヘイ。先生、私の心臓の音でリズム取ってませんか？ごめんなさい。あんまりにもムクさんの心臓の音がリズミカルで気分が上がっちゃって。もう先生大丈夫なんですか？さっきからずっと変なこと言ってますよ。大丈夫ですよ、失礼な。それで結局のところ私は大丈夫なんでしょうか？頭も痛いし熱っぽいんですけど。ちょっと言いづらいんですが、
え、あの、急にかしこまりましたね。心の準備はよろしいですか？心の準備ですか？はい、では落ち着いて聞いてくださいね。何か重大な病気か何かなんでしょうか？だから落ち着いてください。いいですか？はい、何かあったら大変な。ムックさん、あなたは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 風です。風ですか？ねえ、それ普通の風ってことですか？はい、普通の風です。なんだ、もうそんなに重い感じで言うからてっきり大変なことになってるのかと思いましたよ。ドラマとかによくあるシーンに憧れております。僕やめてくださいよ、びっくりしちゃったじゃないですか。まあ季節の変わり目なのでお体疲れちゃったんですかね。ああ、そういうことなんですね。まあ軽い症状みたいでよかったです。とはいえ油断は禁物です。ここから重症化しないように注意しなければいけません。ちょっと待っててくださいね。はい、ガチャピンチャンネル、お待たせしました。注射しますね。早いですよ。何が早いんですか？そのペースで注射されるの嫌ですよ。心の準備できてないんですから。でも注射すれば風邪も早く治りますよ。私注射がどうしても嫌いで、どうしても注射しないとダメですか？はい、どうしてもです。痛くないですか？痛くないです。そんなわけないじゃないですか。まあちょっとだけチクッとね、しますね。ほらするんじゃないですか。痛くない注射する方法ありますよ。え、痛くない方法あるんですか？はい、ぜひそれでお願いします。はい、その方法というのは、注射の前に麻酔をするっていうやつなんですけど。お願いします。で、麻酔をするためにはその麻酔の注射を打たないといけなくて。それじゃ意味ないじゃないですか。そうなんですよ。つまり注射はどの道しなくちゃいけないんです。まあちょっと我慢するだけなので注射しちゃいましょう。いやですよ。え、そんなに嫌なんですか？ね、打っちゃ、ちょっと軽く打つだけなんで。あ、わかりました。あ、ちょっと後ろも見ないといけないので、ちょっと後ろ向いてもらっていいですか？後ろ向くだけで。あんまり痛くなかったでしょ。でも今あのお尻にしませんでした？はい、お尻にしました。それ効くんですか？だいたいこう注射っていうのは腕にするもんでしょ。確かにって、そう、不安になっちゃいますよ。まあでもほら体に打ったっていうことなのであんまり変わらないと思いますよ。それ本当なんですか？なんだか怖いですね。じゃあお薬も出しますね。あ、お願いします。はい、これ。これ、お薬ですか？はい。なんだかこう黄緑色で不気味なんですけど、これ大丈夫なんでしょうか？大丈夫ですよ。それはガチャピン特製ドリンクです。これを飲めばね、元気いっぱいになること間違いなしです。なんだか危ない感じの色してるんですけど。これは1日8回飲んでください。8回ちょ多くないですか？元気になるためなんでお願いします。いろいろ大変ですね。それじゃあ良くなるまでうちで安静にしていってください。あ、安静にですね。はい、わかりました。そこで寝てって構いませんよ。あ、ありがとうございます。はい、どうぞ。それじゃあちょっと横にならせてもらいますね。はい、どうぞ。はあ、お布団かけちゃっていいですか？あ、そうですか。はい、手伝いましょうか。あ、どうもすいませんね。はい、お手数おかけします。はあ、痛い。大丈夫ですか？頭ぶつけちゃいました。ね、あの、プロペラの自分の寸法ちゃんと分かってない感じですね。そうですね、すいません。はい、やっと落ち着けます。ガチャピンチャンネル。よく寝ました。ああ、体調も良くなったみたいです。って、先生も寝てる。ちょっと起きてくださいよ。ね、
ちょっと、おはようございます。おはようございますじゃなくてですね、なんで先生も寝てるんですか。失礼しました。もこさんが寝てるのを見ていたら、ついついあんまりにも気持ちよさそうに寝ていらっしゃるもので。もうこんな病院にはかかりたくありません。チャンネル登録者50万人突破記念グッズが発売中。詳しくは概要欄をチェックしてくださいね。